皆さんこんばんは今夜も始まりました「OSK 本町カフェ」本日も OSK のスタジオから生放送でお届けしております毎回劇団員はもちろんのこと公演に関わっていただいているさまざまな皆様をお招きいたしまして公演の内容やプライベートな秘話を皆様にお届けしてままいりますさて番組中皆様からの質問コメントどしどし書き込みお願いいたします。 司会は私木村まりかが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。千崎恵美さんそして東堂堂祐人さんでーす。O.S.K. 日本歌劇団の千崎恵美です。東堂堂祐人です。はい本日はよろしくお願いいたします。ますさあお二人はレビュージャパン、はい、そしてファイヤーゲートと公演中ということですが。 今日はねはい。ありがとうございますありがとうございますではまず恒例のファッションチェックからいきたいと思います堂々さんお願いいたしますはい。本日う千崎さんとともにモノトーンでおぉはいモノトーンで本日決めてみました見ました普段はモノトーン多いんですか普段も多いです近くでよかったら多いんですけどもおすすめは その後ろの透けてるところですか。<laughs> 最近だいぶ暖かくなってきたので、はい、ちょっと、ちょっと透け感を出して。<laughs> はい、<laughs> 涼しさを出してみました。ありがとうございます。<laughs> では、ちさきさーん、はい、可愛らしい <laughs>、はい。いいですね。二人で合わせてみたんですね、はい。髪型も編み込み。 娘役さんならではですね。とても可愛いですね。<laughs> では、よろしくお願いいたします。はい、ではですね。今日はお二人が可能な限り、皆様のリクエストを答えてくださるということですので、どしどし2人の質問コメントお願いいたします。では、後半にはレビュージャパン、そしてね。ファイヤーゲートの話も聞いていきますのでね。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。いますはい。 お二人は最近はまっているものっていうのを、ね、あの事前に聞いたんですけれども千崎さんはなんともずくということなんですけれどもな、はい、なぜもずく、はい、そうなんです、ねはい、きっかけはですね、はい、ああのふとね、うん、もずくを食べたくなって食べたんですけどお、うんはい美味しいんですよねもずくって。ヘルシーなんですけどすごいさっぱりしてて。 多分公演の後だったと思うんですけどこうさっぱりしたものが食べたいなと思って食べたのがきっかけでもうハマってしまいましたじゃあもずくを頻繁に食べてらっしゃるということですか食べておりますね本当ねヘルシーですよねではこれどうやって食べてるんですかなんかアレンジとかされてるんですかそのままちょっとお酢の効いてるねお味なんですけどそのまま食べたりちょっとキュウリをひねたりしてます ちゃんとアレンジもして、はい。じゃあね、さきさんにはもずくを皆さんに差し入れに入れてあげてください。楽屋でいただきます。では、東堂さんは何か食べ物は？はい、えっとしゃぶしゃぶと天鶏この季節だと天鶏をよく一人でお蕎麦屋さんにフラッと入って食べてます。あ、そうなんです。一人で一人で行くんですが、一人でしゃぶしゃぶも全然一人で行きます。 ええ千崎さんは一人で行ける派ですか？はい、いや行け,、ね、<laughs> けないです。ね,すすねなかなか行けないです。ねなかなか行けないですよね。すごいお蕎麦としゃぶしゃぶだそうですよ。はいはい、そしてコメントいただいております。はいえっとレビュージャパンあこれはね後ほど聞いてみましょうか、はい、レビュージャパンの好きな場面っていうのね、はい、お二人の休日の過ごし方っていうのをねあの質問いただいてますのでいかがですか休日の過ごし方、はい 休日の過ごし方、では東堂さんから。はい。最近ですとよく散歩にフラット緑地公園とかフラット出かけたりしています。あ、休日はお散歩に行かれる。千崎さんは？はい。私もあの結構外に出る派なんですけど、結構ああの朝から予定を組むのが好きで、もう十時にこれしてみたいな感じで。 詰め込みますなかなか休日ってないんじゃないですかお二人お稽古ねその合間を縫ってお散歩とそして詰め込んで予定を予定をね過ごしてるんですねはいでは東堂さんのはまってるものホラーということだったんですけれどもははいいなぜホラーですか私結構あの刺激が欲しいと期待ました。 はい、たまにこう一人でビデオ屋さんにふらってそれも行って、はい、なんとなくこう行くところがなぜか邦画のホラーだったり洋画のホラーだったりして自分でこう選んであ今日はこれにしようっていつもはい選んで借りてきてます。えー、変わってますね。<laughs> すね刺激が欲しいんですね。<laughs> 刺激が欲しい。はい。ホラーは例えばどのような作品を見られるんですか。えっと最近。うん ですと面白かったのがエスターっていう作品だったりとかと有名なところだとリングとかも何回も見てます。怖いですよね。千崎さんはどうですか？いやホラー系は絶対無理です。ええお化け屋敷とかいかがですか？大好きです。大好です。大好きです。もう信じられない。一人でフラって。ええすごい。 すごいですねさすが男役さんですね頼もしいですねさあコメントをいただいておりますけれどもお休みは取れてるんですかハードソー取れてますどうですかちょこちょこそうですねいただいてるでは今までのお役で好きなのはお役で好きなのははい、好きなお役は何ですか何でしょう何でしょうね

この前の三重子も、あんぬんおおひで、バッキンガム公爵も。はい。絡みがね、やはりね。そ王道さんは長身で、で、ちさきさん小柄なのでね。身長差がね。身長差がすごいことになっちゃうんですよね。でも、それがね、良かったですよね。本当に。ありがとうございます。しといえば、どの役が。好きでしたか。どの役が。はい。どの役が。私。 最近だとバッキンガムが結構、やはりそこなんですね。でそうすね私も最近お芝居だったらアンヌなんですけどあと一個前の速水先生の「鬼の城」の周りもすごい自分にとってははい残ってる作品の書いてくださってますよ、コメントでも。ありがとうございます マザランも私、恋人なんですよ、そうですよ実は10年後もね、はい、<laughs> お付き合いしているというと <laughs> <laughs> なるほどでお二人、ラブシーンだったんですけどどうでしたかっていう質問ありますよ。ラブシーンいやもう、ずっとお稽古中、あれでした、なんかずっと目を合わせてなんかお互いちょっと結構恥ずかしいっていう感情が <laughs> 3分間、目を合わせる練習とか。<laughs> そんな練習をされたんですね。はい、<laughs> 千崎さんはどうでした、はい、ラブシーン。ラブシーンどうだったんですかね。うん、でもね、なんか本番やっていけばやっていく、うん、こうほど、毎回感覚が違って、うん、ね、堂堂も毎回違う表情をしてくれますし、<laughs> あお芝居す,ることに、ね、すごい新鮮ではい、はいえー。お二人の身長差が良かったということで、<っ>身長。 藤堂さんはおいくつあるんですか <laughs> 身長176センチそしてちささんは156 <laughs> あれ <laughs> なんか <laughs> ちょうど20センチ <laughs> <laughs> すごいですね <laughs> 20センチもあるんだね20センチもあるんですね <laughs> ああ<ー>、そりゃあもう 身長さもえって書いてますよ。そうですよね。でもぴったりなお二人でした。はい。ありがとうございます。そして。<laughs> 千崎さんは、はい。好きなジャンルの映画は何ですか。私はですね。うんはい、サスペンスが大好きなんです。サ,サスペンス、はい。探偵ものとか。サスペンスがあ。サち系ですね。すごく好きで。うんうん、一番の。 はいはい好きな作品は相棒です相棒もう相棒はほぼ全部見ましたドラマも映画もどういうところが好きなんですかえなんなんですかねなんかあのお昼とかにやってるじゃないですかあのなんなんあ再放送もうそれを中学校ぐらいからすごい見てて なんかこう、誰が犯人だろうってやってくるのがすごい楽しくてなるほど推理好きですね推理好きかもしれないですねえー、そんな千崎さんコナン君はどうかなコナン君大好きです大好きだそうですよコナン君も映画見に行ってますはい、映画館まで行きました千崎さんは推理ものが好きだそうですはい、お二人並んでみてというコメントもありますのでよかったら立って身長さかな あでも今日ヒール履いてるから、でもこんなねお二人でございます、とてもお似合いですよ。では、そんなお二人にこれから今、公演中のね質問をしていきたいなと思うんですけれども、お二人が現在、公演中のレビュージャパン、このレビュージャパンの中でされている雲女、ね、すごいですよね。迫力が この雲女の今日はなんと公園で使用しているものを持ってきてもらっておりますはい、見せてください、はい、あ,ありがとうございますはいはいではお近くで何かわからないですかねはい大変身 <laughs> 皆さんお分かりでしょうか<身>お近くでではうはいうわ。 映っておりますよ。す <laughs> はい。これは雲女の時の、はい、カツラですね。カです。はい、頭飾りでございます。はい。そうです。すごいですねこれ。はい、自分で作られたんですか？すそうです。あ、これは東堂バージョンです。あ、はい。今回東堂さんとそして天木さんとね役りされているので、ねえ。 前、つばささんが、あのー、ニコ生に出てきて、出てくださった時にも。うんはい、言ってたんですよ、ちさきさんがツーパターンの髪髪飾りを準備されていると。はい、そうなんです。はい、本当にすごいんです。すごいです。<laughs> す細かくて。藤堂君もかぶってって。<laughs> いや,いや, <laughs> やめて。<laughs> はいそれぞれのイメージであそうなんですねはい全く違う雰囲気なんですねそうですね全く色も違いますし毛質も違いますし飾りもかんざしとかもちょっと変えてますはいそうらしいですよ皆さんこの東堂さんバージョンのポイントは何なんでしょうかよかったお近くでこの偶然かもしれないんですけどあの トド君は地毛がちょっとねはい、テンパテンパなのでまずあ、なるほど合わせてくださいはい、天木君はあの直毛なのでストレートなんですけどそういう工夫もされてるとそこはちょっとあまり意識してなかったんですけどはいね、あとあとあそういえばって今気づいたなるほどねすごいですねこれを自分で作られるというのがね 本当すごいと思います娘役さん素晴らしいですねそして今日はもう一つねなんと公園で使用しているものを持ってきてくれてるんですよねさあそれは何でしょうかではお願いいたしますはいはいはいよろしいでしょうか私侍が切りかかりますはい 皆さん見えましたでしょうか。トトさんではそれをぐぐんとぐぐっと皆さんに見えるように。ただいまはい。O.S.K. のスタジオが本町カフェのスタジオが雲の糸だらけになっております。はい。結構絡まるんです。はい、です本当ですね。はい、この雲の糸どうですか、千尋さん。そうですね。あのいつも。 公演中はねいつも侍さんが雲の糸だらけになってるんですけれどもはい危険を察知するとシャットット出るんですはい攻撃するんです必殺技でございますね必殺これは何かコツとかあるんでしょうかそうですねこうポンとボールを投げるようにっていう風にはいあの初代の初代の桃山さんが練習していただいはい教えていただいてはい。 ちょっと失敗しちゃう時もあるんですけどいやいやいやいいいやややはいいつも雲の糸まみれになってくれてて間近でこんな見れると思わなかったです雲の糸ではね一回座りましょうかはいなかなか見れない雲の糸を見させていただきましたではですねこの雲の糸雲女ですね雲女の時のお衣装すごい 重たそうですよねそうなんです重いいんでで、うん、<laughs> ですか重いんですすかがそうですね賭けも重いし、はい、お着物も重いんですけど、うんまあ、重さがあるからこそ、うん、ちょっとあの動きがねゆっくりおいら,んらしくできるのかなっていう部分もありますし、うん、ちょっと雲のほう雲女になってからは結構立ち回りが激しいので結構。 バンバンって感じではいやってるんですけどでもだいぶ慣れました慣れましたかーはいそうですか優雅な動きから本当に一変してすごい素晴らしいもともとすごいあの体の動きが本当にきれいかったのでもずくを投げをうもずくを投げよ ね、オイランからの雲のへの着替え化粧替えですね。この化粧替えはどうされてるんですか？そうなんです。結構早くて、お稽古ちは意外と時間あるなと思ってたんですけど、本番行ったらすごい早くて、もうつたくさんの下級生に手伝ってもらいながらシャッとね、書いてる、書いております。もう慣れてきましたか？もうだいぶ慣れましたね。頭もはい変えて。 お着物も脱いでるんですけど、だいぶね、数秒で変身できてるのかなっていうあれですけど、すごいですね、慣れましたね。では、藤堂さんはね、侍の役を今もね、してくださったんですけれども、侍役を同期とダブルキャストでね、同期の天樹さんですね、してくれてるんですよね。いかかががでですす今回そうねあの天赤 私が青の侍でさせていただいてるんですけど結構、やっぱりお客様からもなんか全然2人とも違っておも面白いねと言っていただけることが多いので嬉しいです 2>, うんう2人ともね長身でまたね、はい、それぞれ個性が違くってね,イイねあの赤と青はどの,ような、ね、どのように決めたんですか、はい、あれれはもう何色が好き <laughs> あそれで 赤です私青ですああ好きな色好きな色で別れたということですねでもねお似合いですよね本当天木さんは赤って感じですもんね東道さん青っていう感じでとても似合っておりますではこの侍役もされてますけれどもレクチャーもされてるんですよねこのレクチャーコーナーいかがですかレクチャー本当にあの お客様とすごいあんなに間近でいろいろ話しかけたりとかっていうのがなかなかできないのでなんかお客様と一緒に踊って話しかけて一緒にそして舞台に上がっていただいて踊るっていうのがすごい私的にすごい最近ずっと楽しくてう <laughs> はいもう絶対にここは盛り上げる皆さんと楽しむっていうふうに決めてはい最近はさせていただいてます。そうなんんですねね、はい、あの天さんとも、ね あのダブルキャストなので天木さんバージョンもあるということなんですけれども何かこう袖で聞いてて違いはありますか全然違うんですよね全然レクチャーの仕方も違いますしなんんてうですかね糖度は結構こうねふりをやるのと一緒にどんなふうにイメージしてやるかみたいなのもお客様にね。 お伝えしてて桜を見るようにとか楽しい気持ちでっていうのをすごいそれを聞いてて東堂らしいなって思いますしでも2人とも英語もできるので外国のお客様とお話ししててなかなかね外国のお客様とこうやってコミュニケーションを取る公っていうのがねないと思いますしね本当に OSK がね世界に広がってるなって感じますよね。 さあそしてこのレビュージャパンの前にはなんとファイヤーゲートというね両、はいはい、部の公演もされているということなんですけれどもはいこちらファイヤーゲートは17時5時からですね、はい、そしてレビュージャパンは20時、はい、8時からということで、はい、大変じゃないですかどうですか、うん、化粧替え <laughs> 化粧替えそうですね,ね<え>全然ね違うおおしおん作品なので ねでも同じね舞台で全く違う時間で全く違う演目をやるっていうのもすごく新鮮ですしはいねどうですか、はい、いかがですかもう <laughs> なんかあれですね日部が始まるときに急に白塗りになって <laughs> う<ん> <laughs> あすごい今切り替わったって思いながら毎回 <laughs> しています,すねこのファイヤーゲートのファイヤーゲートとレビュージャパンの間にはおねり そうなんです,んですよね。はいはい、はい、道頓堀の、あの、街を練り歩いているんですよ、はい、皆さん。はい。それは、何時ぐらいから行われてるんですか?えっと。今は7 4。七時四。七時十五分からです、ね。七 <laughs> 時十五分から。ね,はい、ね、声かけていただきたいですよね。はい。ぜひに写真もね、撮れますしね。はい。はい、はい、お練りもあるということで。はい、これはね、公園。 中ですよね公園の日にやっておりますのでね松竹座もねありますしねそうですね近くで遠方でねこっちに来られてる大阪に来られてる方もこのファイヤーゲートそしてレビュージャパンと見ていただけるんじゃないですかねではこのファイヤーゲートの見どころっていうのを聞いてみたいなと思うんですけれどもいかがですかファイヤーゲートファイヤーゲート えっとすごくね踊ってるんですけど自分たちがやってても45分とは思えないほどあっという間ででもすごい盛りだくさんの作品になってるんですけどなんですかね K−POP もあり過激らしいシーンもあり歌もありちょっとお芝居チックなシーンもありすごい楽しんでいただけると思います。 はい、盛りだくさんですよねすこの公演そしてあの演出が、はい、桂木圭斗さんということでね、はいはい、OSK の OG の卒業生の方なんですけれども一番よく知っている方がこうやってね演出してくださるので魅力を出ししててくださってるんででょううねねそなす私たちのことをすごく分かってくださっていて <laughs>、うん、もう作品ができた時にあのそれぞれに今足りないものを。 挑戦するっていうシーンをくださってそれぞれ違うシーンをね挑戦してるんですけどすごく愛を感じますはいそうですね男役さんされてたので桂木さんもねリフトとかもね今のは良かったよこっちだよってすごい細かく教えて頂けて勉強になってます勉強になっているということですねこのの演そして名 振り付けの先生がいらっしゃるということで、それぞれ違った踊りも楽しめるということなんですけれども、先生のお名前をでは、はい、まず最初はカヨン先生の振り付けのシーンですね。その後にセリマチカ先生のシーンがございまして、あとアッチー先生の、はい、この三名の先生が携わってくださってます。それぞれのね先生の振りが。 踊るのも大変なんじゃないですかはい、はいはい、でも,もう先生によって全く違うので、うんはい、本当にお勉強になりますよねはい,い<ー>どうですか <laughs> <laughs> 皆さんからもコメントでリフトを すごかったとかあ,<ー>、はい、あんなリフト始めてててたたって言っ言いただいておりますよ<ー>、はい、そして「撮影コーナーも楽しいです」っていうお言葉もありますけれどもこの撮影コーナーね、はい、今回ちょっと変わっておりまして、はい、バックにねお稽古場の映像が映る、はいね、映像というか写真ですね写真,、はい、写真が写ってるんですけどこの写真は どなたたられんでですかあれはもう本当に自分たちでイエイっていう感じで撮りましたね和気あいあいと撮り合って桂木さんからも「舞台化粧してない普段の私たちの写真で」っていうふうに言っていただいてもう本当に自分たちでね自撮りもしましたし。 お互い撮りましたねあのはい撮影タイムで撮影も楽しみながらその映像も楽しめるということなんですけれどもここでもう一つね実は皆様にお願いがあるんですよねはいこの撮影コーナーでははいどうぞ撮影コーナーでは実はあの私たちと一緒に踊っていただきたいフリがあるんですはいそうなんですはい。 あの講演の中ではね、特にあの皆さんやりましょうということは言ってないんですが、実はお稽古中からあのここ皆さんとやってもらえたらいいよねっていうのを実は言っていまして、はい、その振りを今日ここで皆様にお伝えしようと思います。<laughs> レクチャー、はい、レクチャー。ではでは行きましょう。はい。あの途中のねサビの中なんですけど、はい。えではまず振りから、はい。右手で。 回す、回す、でピラ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 、これだけなんですよね、はいこれを一緒にやっていただきたいんです。ははいい一回歌歌ってみますかじゃあ私うののでせー すっはいちょっお伝えしてないところありましたすみませんでした途中の「Hey!Hey!」も皆さん一緒にやってくださいはいはいどうしましょうじゃあ一回曲で二人で歌ってみましょうか歌いながらはい歌いながらやってみますはいだけでいいかなそうですねはいはいきますせーの <laughs> はい。 ではこれでね、皆さん撮影タイム、とっても忙しくなりましたよ。はい、そうです。撮影もしながら、撮って、踊って、踊って。そして、映像も見て、楽しんでいただける公演となっているんですね。はい。はい。この門座公演、レビュージャパン、そしてファイヤーゲートと。ぜひね、ダブルで歓喜していただきたいですね。はい。その時には、皆さん一緒に踊ってあげてくださいね。はい。はい。はい。 それでは、O.S.K. の今後の公演の予定をお知らせいたします。大発ムーブ、道頓堀、門座では、翼和樹主演、ファイアーゲート、躍動が十七時、レビュージャパン、ゲイシャサムライが二十時から絶賛公演中です。こちらの公演では、本日のゲスト、千崎恵美さん、そして東堂々裕人さんも出演されています。 そしていよいよ今週末となりました5月19日から27日からは大阪松竹座公演春の踊りそして7月5日から9日は新橋演舞場公演夏の踊りが始まります OSK トップスター高瀬真央の卒業公演となっております大変混み合うことが予想されますので チケットのご予約はお早めにお願いいたします。どちらの公演も公演日時などはホームページをご確認ください。はい、それでは公演の PR を一人ずつ皆様にお願いいたします。どうぞ。はいでは。はい、えっと小竹座公演と門座公園合わせて見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。 はい、えー、レビュージャパンの方も、ファイヤーゲートの方も、外国のお客様にも楽しんでいただける作品になっております。 角座で、ぜひお待ちしてますはーい今ね、千崎さん、行ってしまって、はい、いいですよ、今東堂さんのポーズ、はい、はい、あのー、アップで、はい、東堂、はいいや、大きいのでね、どうしたらいいのか、ねこの、カメラに合わせて、すごい <laughs> 開いてるんですねあ、すごいね、足を開いてるんですよ。す さすが長身、この長身の東堂さん、そして天木さんもね。この身長差も見ていただきたいですね。はい、では、皆さん門座公園、ぜひ見てあげてください。それでは皆様、せーの、さよなら。さよなら。さよなら、お待ちしてます。